続いてスプリット紹介します。非常がやることなんですけど、開幕この A メニタレット、これが仕事になります。なので基本的に A にいてください。動きなんですけど、味方がミッドを詰めてる間に A の圧力をかけたり情報を取ります。で、結構サイファーとかチェンバーと違って前に行きづらいんですよね、キルジョイだと。なのでもしランプ行きたい場合はここにスモークをもらってください。それか一人で行くと結構危ないんで、この人と二人で行くのもありかなと思います。で、ランプまで取れて、この角まで入れたらもう最強です。ただこの角まで行くのって結構大変で、ここのアングルもあるし、ランプの左右あるし、ここ置かれてるかもしれないしとかいろいろあるとは思うんですけど、一応タレットがそのカバーをしてくれるので結構自信を持って勝負していいんじゃないかなと思います。ただこう詰めるタイミングはやっぱり他の人たち、ミッドとかの詰め具合とか、あ、ミッドめっちゃいそうだなって思ったらもう A なんていてワンなんで、こんなこうもうめちゃくちゃ上がってアグレッシブに早めに動いちゃってもいいし、なんかミッドいなさそうだったら多分 A ランプと A 中とか2人で守ってるかもしれないんで、この時はオペじゃない時以外はこう軽く、死なない程度に打ち合ってもいいし、もう倒してもいいし、無理やりって感じですね。で、あくまでスプリットって守りマップなので、こういう1対1の打ち合いって不利じゃない限り全然勝負してていいです。もうこことかの打ち合いとか負けたらもうドンマイなんで、勝ったらもうそれだけで有利になるんで、その圧倒的に。なんで相手からしたら多分打ち合いたくないんですよね、ここ。その考えに基づいて相手は出てこない読みでどんどん上がれちゃいます、ここ。ジャッジだけケアですね、ここ。バッキーとかショーティーとか。で、もし怖かったらアランボットとかこう置いてもいいし、基本的に裏じゃなくて自分用にアランボット使っちゃっても全然 OK です。てな感じで A のコントロールを押します。本当に A コントロール難しいので、何回もランクで練習してください。これは自分も結構ミスることあるんで、全然もうチャレンジ精神で死んでもいいんでやってください。ただこれを毎ラウンドやってしまうと対策してきたり読まれたりしちゃうので、こうタレットだけ置いてもうこのまま水路にゆっくり行って、あとからもうタレット回収して B バサミとか、あとはベントから来る敵をこんな感じで見たり隠れたり、タレットがあったらタレット出したりって感じですね。で、サイファーとかチェンバーと違ってキルジョイは結構 B メイン抑えれるんですよね、攻めでも。こんな感じで開幕タレット置いて B メイン来てるか来てないかとかチェックできるので、たまに A 行かないラウンドとかこういうの挟むといいんじゃないかなと思います。 B の時も A とかミッドとかめっちゃいると思ったらゆっくりゆっくり行って、多分ここで敵のスモークキャラがこうやってるんで、ずっとこれを待ってミッドでワンキルとか A でワンキル発生した時に、あ、これ寄ったなと思ったらもうこうサイレントでこんな感じでどんどんサイト入ってもいいです。ただ勝負したい時とかはこうジャンピの音を聞いてタイミングでこっちまで行って、でジャンピのとこで体力を削るって感じですね。 A ラッシュの時のキルジョイの動きを解説したいと思います。まずキルジョイの仕事としてこのランプを抑えるのが大事になってきます。で、これは必ずしも倒すっていうわけじゃなくて、ここにプレッシャーをかけて簡単に降りさせないようにするって感じですね。これ簡単に降ろさせちゃうと A 中の人がキスキスになるので、ここら辺に圧力をかける必要があります。あと裏なんですけど、基本的にアランボットで裏を見るんですけど、もしオーメンとかラークしてる場合は裏に置かなくて大丈夫です。そもそも A サイトが取れなきゃ話にならないので、もし不安だなと思ったらこのラフターだったり CT だったりにグレ1個入れとくといいです。グレの投げ方なんですけど、自分がよく使ってるやつ紹介します。まずラフターの場合はここに合わせます。で、この角に合わせて歩き投げ、グレネード配置、こんな感じで綺麗に入ります。で、あと起動させると敵ここから顔出せなくなります。 CT の場合はこっちに合わせて、で、ここのシミの左に合わせてこの下、ここら辺で、ジャンプ投げなんですけど、ジャンプしてから投げるって感じですね。グレネード配置、こんな感じで入って、このエルボーから敵が顔出しづらくなります。基本的に自分はラフター使ってますね、グレは。もう一個のグレは基本的に取っといても大丈夫です。使っちゃっても大丈夫です。で、一連の流れなんですけど、ラウンド始まったらグレ投げます。で、タレットをこう出します。で、グレ起動させて、あとはランプ、爪を警戒するって感じですね。で、タレットは必ずしもここじゃなくて、こっち出っ張らせて、この CT 見えるようにしちゃっても大丈夫です。
ただこの時こう結構危ないんでこれだけ気をつけてください。であとは基本的にランプ来る敵を抑えるんですけど、こう抑えづらいのでそれこそもう一個のグレー置いといてもいいし、まあ、何でもいいんですけど、まあ、こんな感じで抑えて敵がもうランプ来ましたってなったら撃ち合ってもいいんですけど、もしランプ来ないで A サイトリテイクしに来たらこのタイミングでこう A 中カバーしてもいいし、少しアクション入れたらすぐこうヘブンまで上がっちゃいます。多分この時ヘブンここら辺で待ってるやつしかいないので、それをまあこう軽く戦ってもいいし、そいつが降りるのを待ってからこうゆっくり上がって、まあ、この時オープン設置の時ですね、基本的に回る時は。で回って、まあ、サイトの人たちが死んじゃいましたってなった後でもこう気づいたらヘブンにいて、まあ、解除阻止できるっていう感じですね。でもう一個のグレがあったらこのままこんな感じでプレイングできます。でもし中プラントだった場合、ここ上がらずにこうタイミングでここ多分目たかれてるんですけど、こう勝負してもいいし、もし余裕があれば、まあ、基本的に余裕ない時多いんですけど、ここにまた合わせて、でグレーマークの右クリックのこのポツンとしたとこ、ここの角に合わせて投げます。でこう投げたタイミングでもこっちまで来てアクションかけてすぐ起動みたいなでもいいです。こんな感じで、手札持っておくと結構立ち回りやすいです。次に B ラッシュの時紹介します。ただ B ラッシュの時基本的にオーメンがラークするので、アランボットはいらないです。ただラークしない時は、まあ、どっかしらに置いてもいいんですけど、まあここら辺でも大丈夫です。であとは普通に後続ついてってこうカバーしながら無理やりサイト入るんですけど、こうサイト取れた時にどうするかってあれなんですけど、まあ、CT にグレ適当に入れてこう入ってこないようにしたり、一応リテイク読みでこう手前に壊されないようにこっちとかに置いたりして、でタレットをこれどこでもいいんですけど、まあ、こことかこう入ってくる敵に対して反応して、反応したらグレとか反応したらこう顔出すとか、まあ、タレット結構置いとくだけで強いので、ここでも全然、ただアランボットの距離とかそこら辺だけ考えてください。でオープン設置の場合はもう一個のグレをこうここに置いといて、であとは最初だけこうアクションっていうか圧をかけて最終的に引く、であとはこうグレで、あとはもうモコ抜きとか体で行ったりしてって感じですね。でウルトある時なんですけど、ウルトは基本的にここら辺で使います。で使ったら基本的に B バックしか敵いられないので、こう壁抜きとか、まあ、グレとか適当に入れながら入って感じですね。で最近アストラとかオーメンがここに目たいて耐える傾向があるので、例えばここの B バックとか使いながら、あとはセージのスローブとか、あとはロックダウン終わった瞬間にこう顔出して狙ってくる場合とかあるので、それだけ気をつけてください。で A の場合なんですけど、ここのロックダウンは本当に一応使えるっちゃ使えるんですけど、ここに木とかたかられると結構わちゃわちゃしちゃうので、こういう時にこの CT グレーですね合わせるといいんじゃないかなって思います。でちゃんとキルジョイルト使う時は VC で言うようにはしましょう。次にバインドの方、軽く紹介したいと思います。バインドはそもそもキルジョイが攻め弱いんで、一つ言えることは裏タレット、例えばこういうタレットを置いちゃうと、この残りのスキル的にグレとアランボットしかないんですよね。なのでもう本当に攻め何もできません、これ。なのでやっぱランクにおいてはもう唯一タレットは前面に出しておけば味方のためになるので、恨みアランボットを主に使ってください。ただラッシュの時とか本当に安全に恨みしたい場合はこういう適当に、まあ、どこでもいいんですけど恨みタレット置いちゃってもいいと思います。で戦い方なんですけど、やっぱキルジョイ範囲がやばいので、自分よく昔使ってた時はこうやって開幕こことかにタレット置いて、この恨みっていうよりかはこのタレットをこの TP 抜けとフッカーデとビーロンとか、あと裏来るやつとかなんだかんだ見れるんですよね、これ反応してくれるんで。で範囲がでかいので基本的にこう B 行く時とかフッカー中でずっと味方のカバーをするって感じ でグレとかアランボットはもう適当にこうもう手前とかに置いちゃって、でグレはまあセッポンとかに置いてもいいけど、基本的に後続の CT とか止めたいんで、こういうフッカーから適当にぶん投げて入り口とか
こういう感じでカバーするといいんじゃないかなと思います。もうサイト取れてないのにこういうことはやめてください。基本的にここ多分木たかれてるので、もうこうあとグレキドして木抜きかつ裏警戒で TB もしてくると思うんでって感じですね。あとはバインドだと多分キルジョイラークが難しいので、アストラオーメンとかで、もし味方がブリムストーンの場合多分ラークが難しいので、例えばピークってなったら開幕ゴータレットだけ置いてクリモ、あとは恨みこの TP とか警戒して、あとここまで来たらもう回収しちゃってとかで、アランボットを、まあ、どこかしら置いたりして、でグレー結構自分も忘れちゃって分かんないんですけど、例えば B 行く時ザリガニだったりバックサイトとか、あとはそれこそ CT とかをここら辺から投げれる空爆は覚えておいた方がいいんじゃないかなと思います。 A の場合はまあ基本的にすることないんで、もうこういうなんかタレットとか置いて、まあ、少しでもサポートできるようにすればいいんじゃないかなって思います。でウルトの使い道なんですけど、まあ、結構やっぱバインドちょっとウルトが弱くて、まあ、こういうとこ置いてもいいんですけど、こっちまで行けたらこっちで使うと、ここ一体全部入ります。これで B を取るっていうのが、まあ、一番理想的なんですけど、まあ、そのキリジョイっていうキャラのポジションが変わってきて裏とか怖くなるんで、その時はもうこういう感じで置いちゃってもいいし感じですね。あとシャワーだったら、まあ、ここら辺この壁抜かれないように、まあ、若干右側でこういうとこで使うと、ただ本当に範囲がやっぱ結構微妙なので、これランプも入らないし、なのでこれ使うくらいだったら設置できて、設置した後にこういう感じでリテイク遅延をするとめちゃくちゃ強いです。これ自分よくアセントでやります。次にアイスボックス紹介します。アイスボックスは基本的にミッドタレット置いとけばいいかなと思います。特に何もないときは、ラッシュするときは置かなくても大丈夫です。あとはミッドバイパーとかがラークするときも、まあ、タレットいらない場合とかあるんで状況に応じて使ってください。でもしラークする場合、特に A なんですけど、ここを開幕このタレット置くだけでもう A 詰め完全に見れるので、あとはこれを置きながら、例えば味方が B 面に取ってる間にこうミッド詰め警戒って感じで、で B 多いってなったらタイミングで A 詰めて、ここの広場を取る、広場取ったらもうあとは A 来てって言ったらもう簡単にあとセットするだけなので、こんな感じですね。動きとしてはまあ基本的にこれしかないんですけど、ウルトとか使うときはこの上、これ使うとめちゃくちゃ強いです。この後ろも全部入ります。でこの時にバイパーカーテンをこんな感じで斜めに入れると、こうカーテン入ってる状態で簡単に入りやすくなるので、ウルト使う時斜めカーテンくださいって言ったらめっちゃ強いです。ただいつもランクでこれを言っても、あの基本的にデュエリストがめっちゃ前行って死んでくんで、ウルト行く前にもう声を大にして言っちゃってください。これもなんですけど、まあ、こことか全然使っても強いと思います。ただ結局なんかウルト終わる頃にはもう敵がこことかこことか大量にいるんで、セージがいないときついですね。ウルト使うときやっぱり設置遅延されちゃうので撃たれまくって、なので無理してウルト使う必要はなくて、 A も B も設置後にこんな感じで使うとめちゃくちゃ強いです。次にブリーズを紹介していきたいと思います。ブリーズはマジで今キルジョイ弱いので、まあでも一応紹介しておきます。こんな感じで開幕バリアがあると思うんですけど、タレット置いてこうミッドゆっくり上がって、で DD カードしてきたらこんな感じでタレットがあるんで壊してきます。そしてこのもし裏とか来たら、こう最終的にもしこっち通り抜けたら反応します。これなのであのアラームボットとか特に置かなくても大丈夫です。ただもしミッドを上がる場合はここら辺とかもう適当に置いちゃって上がればいいんじゃないかなと思います。で A ラッシュする時とか特になんですけど、でこれタレットなんですけど、こう開幕ポンって置きます。そしたらホールカードしてくるやつ反応してくれるし、裏も見てくれます。なので、タレット置いてこのホールをプッシュしてもいいし、もしウルトあるときはこんな感じでバックアップ用に使っちゃってもいいんじゃないかなって思います。やっぱりキルジョイ攻めでこのグレートアランボット本当に役に立たないので、広すぎてマップが、なのでもしキルジョイ使う方はこの空爆とか特に覚えておくといいんじゃないかなと思います。続いてはフラクチャーの方紹介したいと思います。フラクチャーは基本的にこっち側で立ち回ります。でまあ基本的に仕事としてはここですね、ここのチェンバーランボットだったりサイファーワイヤー、キルジョイのアランボットを壊すのが仕事になります。なので基本的にタレットは恨みとか置いて、こうゆっくりゆっくり
自分のペースでパラボラ取っちゃうって感じですね。でやっぱりスキルが欲しいって方は開幕タレット置いても全然 OK です。でここまで来てこうアランボット壊したらこのタレットが存在する限りこっちまで来てないんですよね。ここら辺までめちゃくちゃローテしやすくなります。これなので、アランボット壊してから B セットとかの時にこれをやるとめっちゃいいです。逆に A ラッシュの場合、まあ、多分 A ラッシュの時もう一人いるんでお二人で武器を持って戦って、でパラボラ取れたらタレットをここに置いちゃいます。であとはこうここら辺でサポートするんですけど、こんな感じで適当に置いたりして、このもし正面に余裕があったらタレットを盗んの待ったりしてこうって感じですね。こんな感じです。で前ラウンドパラボラ行くのもちょっとあれなんで、たまに B とか時こうタレット置いてこんな感じゆっくりですね。これめっちゃゆっくりで大丈夫です。これもうなんならここでずっと待っててもやっぱりノースキルになっちゃうんで、こういうここアングルめっちゃあって大変なので、もし、味方がこことか取れてたら敵からしたら地下が怖くなるので、そのタイミングでチェックしてていいんじゃないかなと思います。あと基本的にこっち側で立ち回ってると接本にグレイ入れる機会がないので、例えばここプラントだったら入れれないので、空爆とかで設置グレイ置いてもいいし、設置グレイを諦めてこういう助けになるところにこうどんどん置いてとか、こんな感じで動くといいんじゃないかなって思います。でウルトの使い方なんですけど、敵にブリーチいるときはこのウルト無意味になっちゃうんで入れないでください。でウルトの使い方なんですけど、基本的にブリーチがいない方で使ったり、逆に設置してから使うとかめっちゃ強いと思います。なのでウルトはおまけだと思って持っておいてください。バインド、アイスボックス、ブリーズ、フラクチャーについてはベースさえちゃんと掴んでいれば、あとはランクで回してコツを掴んでいくだけなので、ランク回しまくって覚えればいいんじゃないかなって思います。こんな感じで、後半部分は簡単な解説にはなってしまったんですけど、もしキルジョイ使う方がいればぜひ参考にしてみてください。チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。ご視聴の方ありがとうございました。